げんよう、山口あゆきです。今日はひねまれフェスティバル東京です。イエーイ。ということで、2024年かです。最初にこちらで日比谷公園、公会堂、でイベントがあって、その後に日の丸パレードをしたいと思います。私は、仰せ使っているのは国歌独唱とオープニングの時にと、あとは、パレードで歩きながら日の丸小旗を振りながら、みんなにこう話しかける問いかける、いや問いかける、日本の良さを伝えていくっていう役割をいただいてます。じゃあ今日は一日頑張りたいと思います。えいえいおー、今控え室におるんですけど、お友達ができましたということで、じゃーん、めっちゃべっぴんさんと友達になりました。いやいや、ノリが合いすぎてちょっと自己紹介していただいていいですか。はい、向畑ゆまと申します。ゆまさん、はい、どういう、はい、普段はまあ会社員やってるんですが、はい、古事記とか日本の古典とか和歌とかに興味を持ってまして、勉強しつつ勉強会をとか、YouTube で配信とかをやっています。お、 YouTube は、どういったタイトルでやってられるんですか。そうですね、日本人の、教養チャンネルっていうと、日本人の教養チャンネル、はい、はい、なんですけど、大和言葉っていう、日本語っての中 の、 音読みと訓読みが日本語ってあると思うんですが、訓読みに当たるところが大和言葉と言われていて、縄文時代よりも前から私たちの先祖が話していた言葉だったりするんですね。そうなんです。その大和言葉って一音一音で意味があったりしてすごく面白かったりするので、やっぱ言語っていうのは何か思想があって言葉ってできるので、その言語を見ていくことで日本人の思想っていうところがすごく見えてくるので、そういったこととか、神社とか、あとは論語とか、人生に役立つことを発信してたりします。めっちゃ素敵ですね。いや絶対皆さん見てみてくださいそしてチャンネル登録してみてください。私も勉強します。みんなで一緒に勉強しましょうということで、はい、今日はね、日の丸フェスティバルの、オープニングセレモニーで、ね、お話しされるんですよね。あ、そうですね、今日は日の丸と日本人というところでガツンとお話しできたらなと思ってます。おー、ということで私も応援前でしたいと思います。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、またぜひ YouTube の方も覗いてみてください。お願いしますじゃあね、バイバーイ。じゃあ今から頑張ってきます。えいえい、おーイエーイ、友達になりました。めっちゃ綺麗、顔めっちゃちっちゃい。今半分ぐらいしかない。これめっちゃ喋ってる。すいません。自己紹介お願いします。はい。なんて言ったらいいの、株式会社ディスジャパンの小島と申します。はい。小島さんです。日頃は美容関係で働かれてるんですか。そうです。自分で美容関係のセミナーを企業向けにやってる会社を運営して、なんていうの。運営してます、はいはい、ミスコンも出られてるんですか。はい、2022年のミスジャパンでグランプリいただいて、すごい起業してます。すごいですね。いやもう、インスタとあと何やってられますか。インスタと TikTok、 TikTok と、もうあんまりやってない YouTube はやってます。おー、登録します、はい、全然更新してないです。はい、全然更新してないです、はい、でもインスタとかやってるそうなので、皆さんチェックしてみてください。ではそんな感じです。今日一日頑張りましょうお願いします。えいえい、おー、すごい日の丸。ということで、僭越ながら日の丸と日本人について少しお話しさせていただけたらと思います。森林山岳海洋国家である日本は大自然に恵まれた島国です。そのため古来から日本人は自然に対し強い畏敬と畏怖の念を持ち、人知を超えたエネルギーがあることを悟って自然を神として拝んできました。チャンネル
はい、もうこのままもう動画になって、あ、写真してもらおうか、そうしたら写真してもらいます。着物で着てくれはったんですね。着物ですけど、コートが着ちゃってるからコート脱いだ方がいいかな。あ、でも外して写真の時は、はい、ちょっと今日は一緒に歩きましょう。えいえい、おー、日の丸出してくれて、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、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 車撮ってください。かっこいいですね。車撮ってください。じゃあまだ行くか。あの、いらっしゃらない。更新していきたいと思います。今日も来てくれている皆さん、本当に